ダッチェス・キャサリン公、母、独身は2020年に配信されたイギリスのテレビドラマシリーズ。シングルマザー、キャサリンの生活を描くコメディドラマ。原作、制作、主演をキャサリン・ラヤンが務め、他にロリー・キーナン、ケイティ・バーン、スティーン・ラスコープロスなどが出演した。2020年9月11日にネットフリックスオリジナル作品として全世界へ配信された。2021年5月5日に打ち切りが発表がされた。シングルマザーのキャサリンは誕生日を迎えた娘オリーブに妹か弟をプレゼントしたかった。そこで精子提供を受けて出産しようと不妊治療クリニックを訪れる。しかしうまくいかないキャサリンは娘のために元夫と子作りすることを思いつく。ダッチェス・キャサリン公、母、独身、キャサリン役のキャサリン・ライアン。本作は批評集積サイトのRotten Tomatoesに15件のレビューがあり、批評家支持率は 53%、平均点は10点満点で 6.0 点となっている。また、メトクリティックには7件のレビューがあり、加重平均値は35、100となっている。ありがとうございます。